日本長期信用銀行。株式会社日本長期信用銀行。日本長期信用銀行。とは、かつて存在した長期信用銀行。長銀の愛称で親しまれた。吉田内閣が打ち出した金融機関の長短分離政策。短期金融は普通銀行。長期金融は長期信用銀行と信託銀行に担当させるに、沿ってのもので。 長期資金の安定供給を目的にしていた。また、吉田茂、池田隼人と,と連なる自民党高知会との関係が深かった。バブル崩壊後の不況で経営破綻。山市省券や北海道拓殖銀行と並んで平成不況を象徴する大型倒産である。経営破綻後は一時国有化を経て新生銀行に解消した。1952年。 昭和27年6月、当時の池田隼と大倉大臣主導のもとに設備資金等長期資金の安定供給を目的として、長期信用銀行法が成立、同年12月に施行された。この法律に基づき、戦前から金融債を発行していたかつての特殊銀行で短期金融を中心とした都市銀行への蔵替えを施行して、長期信用銀行への転換を選ばなかった。 日本環境銀行、後の第一環境銀行、玄水保銀行と、北海道拓殖銀行を中心として、他の金融機関の支援も得て、1952年、昭和27年12月資本金7億5、例円をもって株式会社日本長期信用銀行が設立された。初代東取には、大倉省出身の原国道、日本製鉄副社長、 野村証券会長等を歴任。副頭取には、浜口岩根、日本官業銀行副頭取。後に、長銀第二大頭取で、浜口有子の次男が就任した。浜口有子は、池田隼人が大倉省入省の際の大倉大臣という関係から、以来、浜口岩根は、池田と実婚だった。日本官業銀行の権力闘争に敗れた。 浜口岩根の抜擢は池田によるもの。浜口岩根と共に、町銀へ移ったのが、杉浦俊介である。本店は、千代田区九段の日銀文館に置かれた。1953年、昭和28年1月に、大阪支店、同2月に、札幌支店を、開設、さらに地方銀行を代理店とする代理菓子制度を、創設、外国為替業務の認可も得て、 業務体制を整備した。この間、日本経済は、鉄鋼、電力、石炭、海運の酔え、天産業への傾斜生産方式による近代化を軸に、経済発展の基礎を固めたが、長銀はこの期間の設備貸し出し順増の50%強を酔え、天産業に振り向けている。収益も1954年、昭和29年3月期には黒字に転換。 1954年9月期には、配当、普通株5分を開始しし、基礎が固まった。1955年、昭和30年からの日本経済は高度経済成長期を迎えた。特に前半の高度成長を支えたのは、鉄鋼、石油化学、合戦、自動車、家電、工作機械など製造業の設備投資で、 産業構造の高度化が著しく促進された。長銀の貸出額で見ると、1956年、昭和31年3月末の貸出残高は1、39億円で、あったが、1962年、昭和37年3月末には4、59億円と4倍に増加、平均伸び率25.7%に達する級、成長を遂げた。また、 代理貸し制度を1958年、昭和33年には、従来の地方銀行に加えて、相互銀行、信用金庫に拡大し、地方の長期資金供給の充実を図った。営業網は1956年、昭和31年9月に本店を、千代田区丸の内の東京ビルに移転。さらに1958年12月に、名古屋、1959年、 昭和34年12月に、福岡、1962年、昭和37年3月に、仙台、1962年9月に、金沢、1964年、昭和39年3月に、高松、1966年、昭和41年5月に、広島に、それぞれ支店を開設して、国内ブロック店舗の整備を完了した。 資金調達面では、割引金融債、割り帳や、利付金融債、立帳、立帳ワイドといった、長期信用債券を携え、債券、5年もの利付金融債、1年もの割引金融債、の発行残高は1956年3月末の、1、78億円から1962年3月末、4、171億円へと、貸出同様の伸びを見せた。 再建の内訳では、1956年3月末の、利夫債と割引債の比率10対1が、1962年3月末には、3対1と割引債の比重が高まった。貸し出し面では1962年以降、高度経済成長期には、産業金融の分野で一定の役割を果たしたが、重工調大産業の資金調達が、 間接金融から直接金融へシフトするにつれ、よえ、天産業と重化学工業向けの比率が低下する。こうした中、1971年、昭和46年から1989年まで、東踊、会長を務めた杉浦敏介、1958年から取締役、1971年から1978年、昭和53年は、東踊を、 つむ、1989年まで、会長のもと、危うくなった、存立基盤を補強するため、その他製造業、不動産、流通、サービス等、新興企業に対して、積極的な融資を推進し、貸し出し先が、多様化した。また、1973年、昭和48年、経営不振にあった、理工系の日本リースへの役員派遣をきっかけに、同社を、 昭和区、1983年、昭和58年には、長銀出身の社長が誕生する。同社は、長銀の別動隊として、不動産融資に注力し、同じくバブル崩壊後に不良再建を築き上げることになる。杉浦の19年間の頭取り、会長在任期間に、公員の福利構成が充実した反面、本部企画部門を中心とする。 特近政治の弊害を招いたと言われる。金融の国際化についても積極的に取り組み、1964年、昭和39年10月、ニューヨークに初の海外駐在員事務所を開設。1971年、昭和46年3月にロンドン。1972年、昭和47年9月にシドニー。1973年10月に、 アムステルダムにそれぞれ駐在院事務所を開設。1973年7月、初の海外支店として、ロンドン支店を開設。以後、ニューヨーク・ロサンゼルス・シンガポール・シカゴ・ケイマン・パリなどに、支店が設置され、アメリカ・ヨーロッパ・アジアでの拠点を確立している。国際業務面では、外溜め取り扱い実績が拡大し、特に1972年以降は、国際的な新ケ系トローン。 死母債引き受けなど長期資本取引が主要な業務となり、海外市場における証券引き受け、販売業務を積極的に転した。証券ネットワークについては、1979年、昭和54年9月、ロンドンに長銀インターナショナルを設立し、ユーロ債発行、流通市場で業務を開始した。また、その後、スイス蝶銀、ドイツ蝶銀、アジア蝶銀、 香港シンガポール蝶銀を相次いで設立した。北米では、1988年、昭和63年6月、グリニッチキャピタルマーケット社、コネチカト州を買収し、米国政府証券、モーゲージ証券の引き受け、販売を行い、プライマリーディーラーとして、トップクラスの評価を得た。1983年4月には、蝶銀経営研究所を設立している。 長期金融の専門銀行として成長してきた、長銀は、金融債の発行を通して、従来から証券分野と深く関わり、国内市場においても国内債受託業務、私募債アレンジ業務、円立て外ラ侍債受託業務、公共債の引受、け、ディーリング業務等を中心に、内外の顧客に、資本市場での調達、運用サービスを提供した。 1993年度において、円建て外債の受託では、主受託12件を務め、件数、金額とも法勤中、第1位となった。また、金融制度の改革に伴い、銀行市会社を通ずる証券会社の設立が認められると、1993年、平成5年7月、100%出資で、超銀証券株式会社が設立された。これにより、 内外証券機能が一層充実することになった。1988年、昭和63年、当時の頭取、坂井守は、常務会において新たな経営計画を提示した。その内容は、これまでの少数精鋭による投資家向けの金融商品の販売などを柱とした、経営戦略から大転換、行員の大量採用によって、 不動産関連融資を拡大しようという内容だった。この常務会の席上、将来の頭取候補と呼ばれた役員の一人が強い、口調で慎重論を唱えたが、あっさりと却下されたばかりか、間もなく関連会社への出向を命じられた。翌1989年、平成元年4月、融資拡大を積極的に進める第六次長期経営計画がスタートされ、同年6月、 堀江哲也が、頭取りに就任、積極的な融資構成を行った。反面、この、第六次長期経営計画反対派とレッテルを、貼られた役員らは、出向などの形で長銀から放逐されていった。仲間意識を求める長銀の伝統が強く、支配していたとされる。こうして、バブル景気末期には、貸し出し残高における流通、サービス、建設、 不動産、住宅金融専門会社を中心とする金融業、保険業向けのシェアが高くなっていたが、バブル崩壊後に多額の不良債権を抱え込む結果となった。中でも、杉浦が融資を後押した AI インターナショナルに、対する債権3、800億円が焦げついたことは、致命傷となり、多額の不良債権の消却を余儀なくされた。また同グループ関連で、 経営危機に陥った東京共和信用組合と安全信用組合の支援に審査事件のため多額の出資も行った。このため、1990年代後半より経営不安が囁かれるようになる。特にノンバンクへの融資が突出しており、超銀系列の五三やノンバンクである日本リース、日本ランディック、NED の3社は、 1997年の時点で、総計約1兆2000億円の不良債権を作った、業界2位の日本リース社の債務はさらに膨らみ、あとに、約2兆1800億円と戦後最大の倒産。1991年、平成3年12月末の役員会で、堀江東鳥は、鈴木勝次専務より、グループ全体の不良債権額が2兆4000億円を、 超えましたと報告を受けたが、堀江が採用した対応策は、本部事業推進室が中心なり、受け皿会社に不良再建を飛ばすことであった。堀江は、当取在任中この対応策を見直そうとせず、1994年、平成6年2月には、より本格的に不良再建隠しを進めた。 1997年11月の山陽証券の経営破綻以降、山市証券や長銀の設立に関係していた北海道拓殖銀行が経営破綻した。このような日本の金融機関をめぐる経営環境が日々悪化する中で、1998年平成10年3月金融機能安定化措置法案に基づく金融危機。 管理審査委員会の決定により、1、766億円の公的資金が注入される。しかし、1998年3月期決算において、大野木勝信東ドリラ経営陣は粉飾決算に手を染めた、超銀粉飾決算事件。不良債権処理に、約8、0円が必要と認識しながら、実際には、約6、0円の処理にとどめ、 結果として71億円を違法配当し、優化証券報告書に虚偽記載をすることになる。1998年、長銀は、スイス銀行、旧 s b c 現 u BS と提携し活路を見出そうとする。この時、長銀は、不良債権の抜本処理に必要な額は後、0円と説明していたが、スイス銀行は、その粉飾を見抜き級。 200億円が必要と主張、交渉は膠着し、時間だけが進展した。結局、合弁の証券師会社である、超銀ウォーバーアグ証券を乗っ取られ逆に市場で、超銀株を空売りされると、この提携は局面を打開するには至らなかった。1998年6月までに、200円前後で推移していた東京証券取引所での株価であったが、 1998年6月に月間、現代に経営危機に関するスクープ報道がなされると株価は急落以後経営は瞑想を続け長銀は当事者能力を失い日本国政府主導で多行による救済合併が検討された。同年7月22日には49円の額面割れ8月11日は最安値の39円をつける。 ムーディーズは格付けを BA1 から B1 へ3段階引き下げた。同じく経営危機に陥っていた日本再建、信用銀行との一括救済や、もともと同根である第一官業銀行との合併など、連日のように目まぐるしく違う相手による救済合併、提携が報じられる中、同年6月26日、当時お手業の中では有料な財務体質であった。 住友信託銀行との合併が発表された。しかし、マーケットは、この発表後に、格付け期間による住信の格下げ、住信株価急落など、マイナス化が集中し、住信内に合併慎重派が台頭した。また、住信首脳も、長銀の不良債権の規模から救済を躊躇し始めた。同年7月30日、小渕慶三内閣が発足し、 町銀との関係が深い高知会領収、宮沢貴一が大倉大臣に就任する。小渕内閣発足当初から、町銀の経営危機は重要な経済課題であり、小渕内閣総理大臣自らが、住信社長、当時の首相官邸に予備合併を説得するが、同年10月、最終的には住信からの申し出により合併は破断となった。この破談直後から、 商銀救済は与野党間の清掃の具と化していたが、結局は日本国政府による直接救済が検討され、1998年10月の金融国会において、金融再生法が10月12日、続く早期健全化法が10月16日に可決成立。最後の東京証券取引所の株価は2円で10月23日、形式的には、 長銀自身の破産申請は東京地方裁判所で即日認定され、日本国政府により特別公的管理銀行として一時国有化され、長銀の株券は紙くずとなった。当初、1998年平成10年9月末時点での金融監督庁検査では、有価証券含み損を含めて債務超過額は3、400億円とされていた。しかし、 その後の資産査定の結果、債務超過は国有化時点で2兆円を上回っていたことが判明する。その後、投入された公的資金は約7兆9、0円。そのうち債務超過の補填分約3兆6、0円は損失が確定。さらに、前述の可視担保条項の講師で、預金保険機構を通じ国が買い取った債券も、将来的には、 損失が予想され、最終的な国民負担額は4から5兆円に達するとされる。1999年、平成11年6月、東京地方検察庁特別捜査部は、粉飾決算容疑で、大野木、元東ドリラ休憩営人3名を、証券取引法違反容疑で逮捕した、超銀事件。2002年、平成14年9月、一審、東京地裁は、 有罪判決。二千五年、平成十七年六月、二審、東京高裁は高速客、大野木被告は、懲役三年、執行猶予四年、元副頭取の鈴木勝次、須田正美良被告はいずれも、懲役二年、執行猶予三年とした。しかし、二千八年、平成二十年七月十八日、最高裁は一審おび二審の判決を発揮し、当時においては、 新しい基準において関連ノンバンクに対する引き当てをすることが求めているか不明確であったなどとして関連ノンバンクについては従来の会計基準に従っても違法ではなかったとして無罪を言い渡した。長銀の不良債権を引き継いだ整理改修機構は党を理由に元東取りの堀江哲也、大野木勝信ら旧経営陣14名に対して計5件 総額約94億円の賠償を求めて提訴した。このうち2に,に関して2004年平成16年3月一審東京地裁は融資の一部に銀行の公共性に反し裁量逸脱があったとして鈴木勝次元副頭取と千葉勤元常務に計11億円の賠償を命じたが控訴審にてそれぞれに 500万円の賠償にて和解が成立した。ただし、1に関しては、2005年5月の1審、東京地裁、2006年、平成18年11月の2審、東京高裁は共に、違法な会計処理ではないとて請求を棄却した。最高裁も、2008年7月に、1に関する整理回収機構側の上告を棄却する、決定を出した。 長銀破綻後の新経営陣は、内部委員会による調査を行い、1999年6月、民事責任追及に関する最終報告をまとめた。これに基づき、として、元会長、蔵沢隆元東取堀江哲也及び大野木勝信を含む、旧経営陣15人に対し、総額63億円の賠償を求める提訴を行った。一方で、 1999年5月に、上原流言副藤取、福田和則大阪支店長が相次いで自殺した。二人は一連の不良再見学し、粉飾決算を解明するキーマンと言われ、捜査当局から事情聴取を受けていた。この自殺により、他の旧経営陣の責任追及の手が緩められることになったと言われている。なお、かつて、長銀中高の祖。 丁銀のドンと呼ばれ、経営破綻の一番の元凶と名指しされた杉浦敏介は、1992年、平成4年の退職時に9億7、0円を手にしているが、時効により刑事立件はなされなかった。ちなみに、歴代役員らに対する退職金の返還要求が高まる中、最後まで批判をしりぞけていたとされるが、結局、自宅を売却しに億円を返還した。 杉浦は長銀が新生銀行として再出発した6年後の2006年、平成18年、94歳で没した。なお、破綻処理のために日本銀行から派遣されて、長銀としては最後の頭取となった安西隆史は、IY バンク銀行、現、セブン銀行に転じて同社の初代社長となり、現在は、 セブン銀行の代表取締役会長となっている。その後、売却にあたり、中央三井新宅銀行グループ他との競争入札の末、2000年、平成12年3月に、アメリカの企業再生ファンドリップルウッドや、外国銀行らからなる投資組合、ニュー LTCB パートナーズ、ニュー LTCB パートナーズ CV20 億円で売却され、同年6月に、 新生銀行に解消し、事実上の経営再建を果たしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。